俺はね、この人生相談を始めるときにね、はい、占い界をぶっ壊してやりたいっていう。あ、そんな野望あったんですね。ライバルは占い師だなって。はい、占いっていうのは受ける側からすると非日常なのよ、はい、日常から離れて空想したいみたいな、はい、そういう時に占ってくれる人がやっぱ非日常の方が楽しいよねって、はい、1時間いくらみたいな形で占いを受けるああいうものに関しては500なんで、はい、いかにその時間楽しめるか、その後どんだけ余韻に浸れるか、はい、っていうサービス業だと思ってるんで、月5万円しか稼げないってことは、それはあなたには向いてないってことを数字が物語ってるっていう。ああ、いいですね。数字ってそうやって見るんですね。なんか見方が分かんなくてですね。数字ってさ、はい、嘘つかないのよ、はい、その自分のやってきた、他人に与えた喜びが金額という数字で現れるのよ、はい、って時に月5万円分しか人を喜ばせられないっていう、はい、で、5万円だと食っていけないもんで、はい、ということはそれは諦めた方がいいっていう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オフ会に1回参加されて、はい、簡単なアドバイスをしたことがあるんですよね。はい、1回有料相談で屋上で1回受けさせていただいて。あ、そうかそうか。オフ会2回、はい、お呼びいただいております。はい、で、はい、本業がトラック運転手。これは会社勤め、自営業。これは自営です。はい、下請けになります。自分でトラックを持ってってこと。あ、お客様のトラックを借りて今営業してます。ほう、そういう自営業ってあるんだ。はい、まあ、ちょっと特殊な形態なんですけども。何トントラック？今2トン車ですね。2トン車、あ、はい、じゃあ小回りで聞くやつね。宅配系。あ、そうですね、宅配ではないんですけども、あの建材みたいなものを、はいはい、運んでます。ああ言われた場所にね、はい、はいはいはい。で、今回はどんなご相談ですか？はい、今回はですね、一応あの前回にあのご相談させていただいた時にちょうど膝が痛かった時で、うん、その時は軽貨物をやっていたんですけども、うん、膝が痛くて、まあ、ちょっとその時宅配やったらいいよってアドバイスをいただいたんですけども、うん、ちょっと膝が痛いのでちょっと踏み込めなくてですね、うん、具体的にはあの立てなかったりとか、うん、階段登れなかった状態なので、うん、です、まあ、まあその時膝の治療で60万ぐらいかかって、今気功の教室っていうのに行ってちょっと怪しいんですけども、それでだいぶ回復しまして。気功の教室っていうのがあるの？はい、気功ってでも本当にあるらしいよね。気で何か動かせられるっていう、はい、あの炎ぐらいだったら動かせられるっていうのは本当にあるって、はい、昔偉い方に聞いたことあるんだけど、もうちょっと怪しいなと思ってたんですけど、どうしてもあの MRI で異常がなくて、うん、いろんなとこ点々としても良くならないので、うん、もうしょうがないなってダメ元で言ったら結構良くなりました、うんうん。今は歩けるようになったの？今はですね、まだ正座はできないぐらいで、うん、ほぼ戻りました。はい、それで、はい、それです。まあ膝が痛くてですね、まあその時に僕はあのトラックやりながら占いをちょっとやってまして、はいはい、まあ、前回伺った時は、まあ、売上が1年で5万ぐらいだったんですけども、はい、今おかげさまでアドバイスいただいたことをちょこちょこやって、今大体ちゃんと数えば月5万ぐらい稼げるようになったんですね。月5万か、はい、まあ、それは占いの館とかそういうところで、自分でブースを出しているところと占いの館に出たりとか、はい、あと、はい、コミュニティ勉強会作りまして、はい、そこであの、まあ、ちょっとの収益があって、まあ、うまくいって月5万ぐらいなんですけども、うん、まあ、まあオフ会に来た時に趣味でいいんじゃないのと言われて、まあ5万円しか稼げない人間は趣味だよな、はい、そうですよね。だって占いの館出た時に1日何人ぐらい来るの？はいはい、1日多くて自分のお世話になってるのが3人ぐらいですね。何時間いて？ですね、14時から21時で、まあ、6時間ぐらいなのかな。それすごい、なんか時給低いね。はい、低いですね。まあ、ほぼ趣味の世界ですけども、そこで人気のある方はもう順番待ち、はい、人気のある方はそうですね、まあ、予約でほぼ埋まってる感じですけども。はいはいはい、1時間とか、30分だいたい20分とか30分ですね。はい、で何、2000円とか3000円？そうですね、まあまあマージン的には 50% なんで、はい、そんな感じになります。ああ、そういうことね。はい、はい、で今回は何？はい、でまあ、今後の方向性をどうしようかなっていうところで、まあ、ちょっとご相談いただければなと思いまして、はいはい、まあ、私の目標としてはお母さんにベンツを買いたいなというのがありまして。お金を稼ぎたいと。
それもありますね。今、まあ、おかげさまでいい取引はいただいてるんですけども、はい、今の収益だとうちの母親にベンツ買うまではいかないので、はい、何か方法ないのかなっていうところと、はいはい、あと自分の占いコミュニティとかいろいろやってるんですけど、やっぱ集まってくる人がですね、なんか僕より優秀な人が多くて、はい、そういう人たちとどうお付き合いをすればいいのかっていうところ、はいはい、優秀な人ってどういうことですか？大手企業のマネージャーさんですとか、はいはい、あのこの人事務とか秘書だったらすごい優秀だなっていう人とか、あとは研究員の方ですとか、はいはい、そういう方が趣味で占いができるようになりたいって言ってくるんですか？その方々は趣味で占いやってるんですけど、もっとステップアップしたいっていうので、はい、なんか僕のところで一緒に勉強したいって来てくれてるんですね、はいはい、うん、はい、占いっていうのはどうやって勉強するの？私の今やってるのは実際占った例でこれが当たったとか外れたとか、お客さんが喜んだとか喜ばなかったとか、実際の事例を共有する形でやってます。前聞いた時に何か特別な四柱推命なんとかだっていうのは持ってないようなことをおっしゃってましたよね。四柱いろいろと混ざったみたいなことを。そうですね、まあ、推命はできるんですが、そこまで深くはできないので、私のやってるのはあの中国から来た易経というもので、はい、まあ、経営とかに相性がいいんですけど、はい、この事例に対してどういう判断をするべきかとか、はい、これが撤退するべきかとか、はい、行くべきかとか、はい、そういうことを深掘りして、はい、なんか答えが分かるという。道具は何か使うんですか？道具はあのサイコロとかゼイチクとかタロットカードです、はい、あの牧学というもので、はい、昔の日本の邪馬台国の卑弥呼が使った亀の甲羅を炙って、そのひび割れの模様から現象を出すという、はいはい、まあ、牧学というジャンルなんですけども、はいはい、そういう形になります。それとタロットが一緒になっちゃっていいの？もともとタロットも偶然性なので、うん、元々あのひび割れも偶然性なので、うん、偶然性に意味を見出すっていう、うん、あそういうことね、ちょっと難しく、はい、教授性というものなんですけど、うん、そこを読み解くっていうものなんですけど、うん、でどういうものが出るとどういうことなんだっていうのを勉強するわけ。はい、はあ、はい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 。それはどこで勉強したの？私の場合は湯島聖堂っていうところがありまして、はい、そこで私の師匠がちょっと勉強がやってまして、はい、そこに15年ぐらい通って勉強しました。で免許改善みたいなのあるの？まあ、弟子を名乗っていいとは言われてるんですけども、うん、それくらいですかね。特にこう明確な資格っていうのはうちの師匠は持ってないので、はあ、はあ、普通の占い師さんってそういうのないの？資格的なものは、まあ、資格は自分で協会作ってそこの資格を名乗るって方もいますけども、はあ、はい、一応社団法人とかもあるんですけども、はい、まあ、そこまでお客さんは求めてないような気がしますね。わけのわかんない服装して、はい、っていう占い師さんっているじゃない？あ、いますね、はい、今日の衣装もガナリさんにあの前スーツでやってるんだ、スーツで流行んねえから、うん、なんか派手なブワッとしたもの着ろって言われて、もうこういう風にしてます。ちょっとね、はい、安っぽいな。あ、そうですか。まあ、アマゾンで6,000円ぐらいしか、やっぱりオリジナルで作んないと、はい、あの狂った感じがしないね。狂った感じですね、うん、はい、こいつただもんじゃない。あ、ただもんじゃないか、いいですね、それ。いい悪いじゃないんだよ、はい、こいつ普通の人間じゃねえなっていうのが、はい、僕は演出家としては重要かなと。要は普通の人に占ってもらいたくない、はい、そういった意味において細木和子さんは普通じゃなかった。はあ、普通っぽくしてるだけに怖さがにじみ出た、はい、というのが出てくるといいんだけど、はい、残念ながら金谷さんの場合、はい、普通の人なんで、はい、演出しないといけないよねっていう、はい、ドレッドヘアにするとかドレッド月に1回もう頭洗ってませんみたいなこれも面白いですけどね。占いっていうのは受ける側からすると非日常なのよ、はい、日常から離れて空想したいみたいな、はい、って時に占ってくれる人がやっぱ非日常の方が楽しいよねっていう。エンタメ感もありですか？いや、占いなんてエンタメ以外ないでしょう、はい、それをなんか本気で人生の参考にする人なんか俺はいないと思ってる思ってるんで、はい、その瞬間楽しいと思えて、はい、その自分が聞きたいと思ったことを言ってくれるっていうのを期待していくんじゃないのかなと。例えば恋愛で言うならば、はい、彼氏がいないんで、はい、もう歴20何年ですと、私は恋愛できるんでしょうかって時に、できませんねじゃなく、はい、近々来ますよっていう、あとはその近々来ますよっていうのを信用したくなるような
バックボーンがあるかどうか。それも演出ですか。演出です。あ、素晴らしいです。その時に亀の甲羅を俺だったら割ってみるとかして、はい、うわーっといけますよこれなら、はい、この割れ方はですねっていう後付けで何かがつけてあげるっていうことじゃないかなと、はい、ただその時に歴史のある何千年という歴史みたいなものが垣間見えてくるとより信憑性が出てくるし、はい、要はサービス業を裏返って、はいはい、俺はね、この人生相談を始めるときにね、はい、占い界をぶっ壊してやりたいっていう。あ、そんな野望あったんですねライバルは占い師だなって、はい、要はある意味占いって、いや、あのあれだよ、企業とかで本当に高い金取ってさ、はい、先生と呼ばれるような人はどういう人なのか分かんないんだけど、はい、一般に今娯楽の1時間いくらみたいな形で占いを受ける、はい、ああいうものに関しては娯楽なんで、はい、いかにその時間楽しめるか、その後どんだけ余韻に浸れるか、はい、っていうサービス業だと思ってるんで、でもそれを占いという形で自分の人生の指針に変えようとしちゃう人がいるもんで、はい、そういうもんじゃないんだと。だったら人生相談に来て俺の人生の裏付けをもとにしてあなたはこうしなさいって言ってあげた方がよっぽど俺は役に立つんじゃないのかっていう部分で人生相談という形を始めたんだけど、はい、まあ勝てないなと、はい、なんで勝てないのかなって考えるとエンターテインメント性が、はい、まあ、この YouTube で言うなら全くない、はい、ノンフィクションドキュメンタリーとしてはすごいいいと思います。はい、好きな人が好きな、はい、低視聴率番組を作ろうって発想でやってます高視聴率番組を作るってのを散々やってきたんで、はい、その逆をやってるっていう。登録も5万超えてるからすごいと思います。それをすごいというのかどうかは分からないんだけど、はい、俺が好きなことやってついてくる人がいてくれたら続けるっていうので始めたもんで、はい、あ、そうすると5万なんだなっていう。これが演出しようと思ったら、はい、それこそうちの社員、お前はこういうことに悩んでるってことにしろっつってで俺がお前ぶん殴るからみたいな演出をしたらターンと跳ね上がることぐらいは想像できてる、はい、だからそれを全くする気ないだけだって。いいものって楽しいはずないんだよなと。名言ですね。いやいや、そんなに名言じゃないよ。ようやくは口に逃がしってやつで、はい、エンターテインメント性は作るべきじゃないという部分で、だらだらと女話聞けやっていう、それを100個ぐらい聞くと真髄が見えてくるからみたいなことを俺は勝手に思ってるんだけど、はい、まあそんなのいいんだ、はい、で俺その前に、はい、で、あ、ごめんなさい、質問全部聞きます。ですね、主に3つありまして、はい、今ちょっとまあ占いもまあそこおかげさまで少しそこ伸びたんですけど、今ちょっと止まっているエアポケットの状態になってまして、はい、デマンドさんでそういうこと時があったのかとか、はい、ガダリーさんだったらそういう時はどういうふうに乗り越えていくのか、受け入れていくのかっていう心構えを一つ聞きたいのと、あとはですね、ちょっと私の知り合いがちょっと店舗運営を手伝ってくれないかって言ってるので、まあ、トラックの仕事もやりつつ今両立できそうなので、まあ、やるとしたらガナリさんだったらどういうことをするのかっていうことを聞きたいのと、あとさっきも言ったんですけども、自分より集まってくれた人が優秀な人だったらどういうふうに接するべきなのかっていうところを大きく3つ、はい、お話聞きたいです。3つ目で言うと、はい、その優秀優秀じゃないっていうのは一つの尺度で、社会的な地位のある比較的難しいと言われる仕事をして高給をもらってる方々を優秀だっていうんであるならば、そういう方々って本で勉強するのが優秀なんですよ。なんでこの人生相談もそうなんだけど、そういう方にが相談にいらっしゃった時はひたすら俺の経験談をもとにして話をする。要は経験値が違うんだと、はい、本でいろんな1000人の経験を読んでこうらしいよって言ってる方々には、そんなことよりも俺は自分で経験してこういうことをこういう失敗した時にこう感じたんだとということを話した時に唯一対抗できる場合があるのよ。はい、
おっしゃる通りですね。確かに僕も自分の占った経験をその、まあ、切り売りしてるんですけど、はい、それ聞きたいと言ってましたね、みんな。そうなんです。忘れてました。はい、そういうところに言われる方なんで、はい、多分本とかそういうもので相当勉強してると思う、はい、だ知識はあるんだと思う、はい、なんだけど人のことを占った経験は少ないんで、はい、そこに自信がない、はい、じゃあ自分の経験値を話してあげるっていうと相手の望むものに適合するよねと。店舗の手伝ってくれっていう店舗は何の店舗？店舗はお菓子屋さんですね。お菓子屋さんで何を手伝うの？配達？店主がですね、はい、ちょっと事情があってこう店を開ける時が出てくるんですね、はいはい、でその時に、まあ、店番しててくれみたいな感じなんですね、うん、はい、でまあ、その時に好きに商品作って売ってもいいよとか、うん、好きに運営していいよって言ってくれてるんで、うん、なんか楽しそうだなと思って。作っていいよってそのお菓子屋さんで作れるの？まあ、ちょっと今習おうかなと思ってるんですね。さ、はい、ちょっとが多いよね、はい、ちょっと髪ちょっと髪ちょい髪です、うん、48歳で、はい、トラック運転手は何年やってんの？ですね、これが26年ぐらいですか。ああ、じゃあほとんどトラック運転手、はい、仕事は、はい、で1個目の質問なんだっけ、はい、1個目はですね、はい、伸びが止まった時の心構えみたいなものですか？自分の経験で言うと、はい、占いは、はい、俺の30の時に会社2個潰す経験の時と同じバージョンだなって、はい、要は向いてないって、はい、向いてないと、はいはい、諦めた方がいい、はい、月5万円しか稼げないってことはそれはあなたには向いてないってことを数字が物語ってるっていう。ああ、いいですね。数字ってそうやって見るんですね。なんか見方が分かんなくてですね。数字ってさ、はい、嘘つかないのよ、はい、その自分のやってきた、はい、他人に与えた喜びが、はい、金額という数字で現れるのよ、はい、って時に月5万円分しか人を喜ばせられないっていう、はい、で5万円だと食っていけないもんで、はい、ということはそれは諦めた方がいいっていう、はい、これが一時100万円稼いでたのが今40万円ぐらいになったんです、その時の心構えは、はい、っつったら俺教えられる、はい、それは多分あなたが100万円で満足してしまって、はい、さらなるその付加価値を自分につけようとしてないルーティンになってしまった結果がお客さんが離れてんだと思いますよという答えになるんですが、一回まともな金額になってないっていう部分においては、でそれを何年も続けててっていう部分で向いてないんだよねっていう向いてるものを探した方がいいんだけどな、お金を稼ぎたいっていうんであるならばね、はい、で、はい、一番俺は気になるのが、はい、本業に熱心じゃないんじゃないのかなって。そうですね、今最近そんな感じですね。僕、はい、デマンド辞めて以来、はい、で農業に挑戦して失敗して以来、うん、はい、何やっても本気になってないのよ。おっしゃってましたね、うん、はい、で本気にならないと、はい、こんなに結果出ないんだっていう俺かなり優秀な労働者だったのに、はい、本気出さないと結果出ないわと、はい、ということは、はい、その人間の持ってる潜在能力よりも、はい、その人間がどんだけ本気でその仕事に取り組んでるかの方が結果には大きな影響を与えるんだなっていうのが俺の実験で感じてることで。その本気とってどこら辺で測ればいいものでしょうか？自分は結構本気でやってるつもりではあるんですけども、人から見たらやる気がないとか昨日も言われたので、うん、うーん、はい、24時間そのこと考えてる、はい、24時間気になってる、気になる、
お、アドバイスありがとうございます。これはいいですね。これ、うん、というかね、はい、占いのこの仕事をどうやって増やしていこうかという時点で、はい、要はトラック運転手という、はい、あの妻に対して、はい、次の女がいい女が現れて、はい、どうそっちに乗り換えようかとしている旦那は、はい、絶対に妻に対して新婚のことから比べたらはるかに冷たい台を通ってるというのは想像できる、はい、それは無意識なんで、はい、で乗り換えられたら別にそれはそれで僕は否定はしないんだけど、はい、乗り換えようとしてる女は、はい、あなたに5万円しかくんないんでしょうと、はい、笑いますね。結構前の不快で趣味でいいんじゃないのってあのガナリさんが結構重い口調で言われて、あ結構厳しいんだろうなと思ってそこから気楽にやってるんですけど、うん、あんまり悲壮感は全然ないんですよ。なんで、はい、趣味にしときなという意味だったの、はい、だから本業を本気でやんなさいって意味だったの、はい、なんだけど趣味から本業に変えようとしてるっていう、はい、困った子だなっていう、はい、分かるよ、はい、絶対仕事はね楽しいと思うことをすべきなのよ、はい、とより頑張れるんで、はい、なんだけど楽しいという仕事に出会える人間って、はい、多分 1% もいないのかなと全人口を見ると、はい、スーパーの店員やってる人が全員がもう自分の転職なんだと思ってやってる人はかなり少ないだろうなと、はい、っていうのは現実なんだけど、はい、であるならば自分が就いた仕事を転職だと勘違いさせればいいのにっていうのが俺の考え方なんですよ、はい、っていう部分で、でまたね、あのご家族いらっしゃるんでしたっけ。あのまあまあ、妻が一人、まあ、子供いないんですけども、はいはい、奥様は働いていらっしゃるの。まあ、一応パート的に働いてます。いやだから奥様がね、はい、1年間、はい、俺はいや5万円しか稼げないかもしれないって言って、はい、それで OK もらえるんであるならば、はい、そんだけ蓄えがあって、はい、であるならば1年間本気で占いだけに向かってみる、はい、もしくはその蓄えがあって何年持つか、はい、それを自分の期限として、はい、その間占いだけに向き合ってみるっていう、はい、でその間に生活が立てるようにならなかったら、はい、引っ張りと諦めて、はい、もう一回トラック運転手に戻ると、はい、幸いなことにトラック運転手って戻れるんですよ、はい、公務員とかだったら戻れないんだけど、はいというちょっとじゃなくて本気になるっていうのをどっちかにされた方がいいと思いますよっていう、はい、その占いでその コスチュームも重要ですよって言った時に、はい、そのアマゾンで6000いくらっていうのはちょっとコスチューム用意してみましたなのよ、はい、金谷さんの人生ちょっとになっちゃってないと、はい、どんなに能力があっても、はい、120% そこに向き合わないと、はい、俺は結果が出ないと思ってる、うん、どっちでもいいんですが、はい、どっちかに集中をするっていう、でトラック運転手に集中した時には、はい、趣味で占いをするのは許されるんですよ、はい、なんだけど気持ちがトラック運転手中にも占いの方に行っちゃってそうな気がするんだ今、はい、そうケアレスミスも 出ますし、はい、あの一緒になってそれで生計を立てようと思ってる人間は組みたくないよねっていう、はい、出るんですよ必ず、うん、能力の問題じゃなく、はい、僕は本当は、はい、トラックの運転手をもっと本気でやれっていうのを言った方がいいんだろうなと思ってきたのよ、はい、なんだけどこう喋ってて、はい、こいつ絶対にいい加減な男だからそんな嫌な方向に本気になるはずねえわと、はい、じゃあリスクあるけども占いでもしも成功したら最高に楽しいだろうから、はい、占いは占いの客を喜ばすために占いという技術は学んでるんだけども、はい、技術よりもは喜ばせるための技術であって、はい、技術を相手に与えたって喜ばれないからねと、はい、そうですよね。
こういう男と付き合ってるんですけど私はどうでしょうかと、でこうあの両方 の, なんかあの文字を調べたりだ名前調べたりなんとかっていう技法は目的なんじゃなくて、はい、次に出す答えのため の, あの前振りの部分、はい、でこの人は別れた方がいいって言われたがってんのか、はい、いやいやあのもっといい付き合い方があるっていうアドバイスを向けようとしてるのかとというのをまず答え決めるわけ、はい、決めたらそれに都合のいい占いの部分を引っ張ってきて、はい、こうだからっていうのが外れるとあの占い師はダメって言われる、はい、いやいや彼はあのちゃんと見込みはある今は辛いかもしれないけど必ずあの伸びる人間だからあの今は我慢してあげてくださいってあの言った方がいいのか別れなさいって言った方がいいのかっていうそれは、はい本人の期待してる方を言ってあげればいい話だけって、はい、でキャラはその怖い系なのか面白い系なのかっていうと、はい、面白い方が多分しやすいと思うんだけど、はい、あの自分の持ってる方向性と違うことやろうと思ってもバレてしまうんで、はい、俺は多分こうやって喋ってて一番感じるのは軽さなんで、はい、軽い占い師っていう、はい、だから行きやすいのよねっていう、ちょっとコンセプトをこういうふうに変えてみますね。あの俺ね画期的じゃないかな占いでさ、はい、いい方バージョンと悪いバージョンが出ましたどっちがいいですかって客に聞いて答え、はい、中には多分悪い方を教えてくれって人もいるだろうし、はい、その時にさっき言った3つの道具があるんだったら、はい、3つ最初にやるのよ、はい、と見てこれは難しいですねとこれはすごくいいとなってます、はい、これはもうぼちぼちとなってるこれ非常に悪いとなってるさあどれでこの後行きますかっていう選ばさせてあげると、はい、非常に外れづらくなる山間がこの、はい、その後の進め方が、はい、ちょっとリスクあるけどこれやってみます。うまくやるとね、はい、テレビの依頼来るよ、はい、テレビっていうのは、はい、バカを探してんですよ笑えるバカをとあの占い師バカって言われて、はい、と受けるのよ、はい、徹底的にバカをやるっていうとりあえずお客さんが聞きたいことを喋るのが売れる占い師さんなんで、はい、で山間でどっち言ってるか分かんないって言うんだったら客に聞いてしまえばいいっていうでもそこの先の部分がきちっとしたベース持ってれば納得させられると思うんで、はい、納得ベースですね。あの EEE が出た時には、はい、申し訳ないんですが、はい、全て EEE が出てるんでちょっと今からいい話をさせていただきますっていうのも間に入っとかん方がいいですね、はい、全部が全部悪い真ん中になってたら、はい、最初の占いがインチキになっちゃうんで、はい、最初の占いちゃんとやって、はい素直に教えてあげるっていう、はい、全部一緒になるってことは逆に言うと少ないでしょ。だいたい一緒になれるんです、ね、なの、はい、すごいじゃんそれ。一応整合性はなんかあるみたいな。あそう、はい、じゃあ、はい、全く違う占い取り入れて、はい、一緒にならないようなのうーん面白いですね今日の話も。あの詰めていかなしはダメよ、はい、面白いだけであって、はい、非常に薄っぺらいこと言ってるんで、はい、それをちゃんと詰めてっていろんな問題もある、はい、それをどう自分で補強していくかみたいなことをしないと商品にはならないよっていう、はい、ただ最初のスタートの発想の部分でみんな安全なスタートは発想から始めるのよ。だからつまんないものになっちゃうの。行き過ぎるぐらいの発想をしてから戻ってくるっていうぐらいがちょうどいい売れるとこが見つかるんで、俺は今極端なこと言ってあげたの。こう言ってこうですね、なんでこの間に答えがあるはずなんで、うん、で将来もしも多少食えるようになったら、はい、人生相談に行って、はい、トラック運転手の方に本気でやれって言うしてる、はい、ガナリをやっつけてあんたは心置きなく占いでいいってあの時点で俺の成功は決まったなんですって言ってあげて、はい、すごいよすごいすごい、はい、おめったにないもん。何がですか。いやいや、はい、あのリサーチの部分で、はい、こんなあの相談者が来ますよって、ねはい、パーッと見てくるわけよ、はい、で大体どんな方向でアドバイスしてあげるかなと、はい、あと細かな部分はあの直接本人と会って、はい、っていうので大体その方向性でいくんだけど、はい、真逆のことを言わさせられたのは、はい、あなたが初めてのような気がするあそれちょっと自慢したいです。うん
参りました。ありがとうございます。なんでお一人ください、はい、ありがとうございました。今日もありがとうございました。します。なんかこういう軽い男だとこっちも軽くなっちゃうね。あ、いい、あのね、軽さっていうのは、はい、多分すごい才能だよ、はい、そうです。本来だったらすごい悩んでてもおかしくないの、はい、今の環境において、はい、なのにそんな軽く自分を見れるっていう部分、はい、なんかすごい才能だわ。あ、そうですか、はい、はい、ありがとうございます、はい、自分の個性は生かしましょうと、はい、占い師なんかまさにその個性を生かすと違和感出て面白いと思うなっていう、はい、What is an ideal house for you? This is what I was looking for. ホテルや旅館はお泊まりする。この家は住まうと言ってください。男の夢を詰め込んだサードハウス。寝る場所ではなく、過ごす空間をお貸しします。It's a little embarrassing, but everyone has a luxurious house that they dream of. You can enjoy this place in so many different ways. 鎌倉サードハウスの西棟と東棟。うっとりするような最新のキッチン。シェフを呼んでもよし、自分たちで料理してもよし。思い出作り手伝います。おすすめは朝一番の海。たくさんのおもてなしを用意していますので、サイクリングや釣り、波乗りなど贅沢な時間をお過ごしください。歴史だけではない新しい文化の生まれる町、鎌倉のちょっと生かした家、サードハウス。